その男は暴力的な生命力に満ち溢れていた。火山から吹き出す岩礁を暴風とさせる男だった。煮えたぎり全てを飲み込もうとしていた。私はこの男を倒すために生まれてきたのだと分かった。君のようなケチには用はない。そう言うや否や、男は腕を打ち振った。恐るべき速さだ、間合いの広さだった。私は生まれて初めて背筋がヒヤリとした。かすり傷で死に至ると感じた。この瞬間に私の剣技の型が完成した。なんだと思っている。次の瞬間、男の肉体は勢いよく弾けた。1800に散らばった肉片のうち1500と少しをその場で切った。男は逃げた。もう二度と鬼舞辻無惨に会うことはなかった。